はい、ウイニングポスト8実況を始めていきたいと思います。爽快キックです。ですね、もう2007年もオーラスですね。12月1周早速始めていきましょう。結構ね、面白そうなレースがいっぱい待ち受けてるんで、2歳戦が楽しみですね。やっぱり朝日杯と阪神ね、ジュベナイルフィリーズが共に期待してる馬が出るんで、この辺はネクストで。まあ、佐藤鉄道ジョッキーはね、30位ということでね、一応サブタイトルにもしたんですけど、ちょっと厳しいですね。来年はね、もう2008年もやると思いますんで、来年はもうガチでいきます。ガチで厳しいな、ピュアゴールドラン。これはでも人気ないからね、人気ある馬が強くなるのがウィポではね、定石なんで。ケオトリ一番人気、モントリン、この辺どうなのかな、見ないけど分かっちゃった。チュートリアル豊かジョッキング乗っけてね、あんまり頑張ってほしくないな。俺が期待してるんですよ、スペースツアーといういい、キックサンライズといい、ピュアフルーツも菊花賞馬ですからね。アイポッパー、そういうのはアイポッパーがサッカーボーイでね、サッカーボーイの子は結構走りましたよね。自身はマイラーだったんですけど、サンクはね、その血統の流れからいって長距離馬ばっかり出ましたけどね。サッカーボーイ、ヒシミラクルとかね、ヒシミラクル好きだったんですよ。宝塚記念万馬券取りましたし、行きましょう、大事です。そんな自慢話はいけない。自慢話したらやっぱ損しますよ。人の自慢話なんて面白くないですもん、僕は思いますけどね。自慢話したら損するっていう、自分では思ってますけど。ここで先頭変わりました。マキハタサイボーグ、マキハタサイボーグ、スペースツアー、スペースツアー、やっぱりスタミナすごいね。やっぱり2番手はマキハタサイボーグ、スペースツアー、すごい。1着スペースツアー完勝、距離上限が3500m だからね。マキハタサイボーグ見事に勝ちました。スペースツアーアイポッパー敗れました。アイポッパーよりもスタミナがあるまでです。これ天皇賞取るんじゃないかな、ひょっとしたら。52キロだった、52キロだったら楽勝ですよね。ハンデが軽かったんで。鉄道ジョッキーやった、ピュアフルーツも頑張った。ユウイチどうした、もうキックサンライザースピードエアで、スピードエアでもうピュアフルーツか。僕のね、ジョッキーに変わってもらってもあんまり面白みがないんで。ムーブ、この辺期待してるんですけどね、晩成なんで、まあ、本格化はまだまだでしょうね。オグリキャップ3区で、まあ、ダートも芝も両方いけるんでね。よし、パワーあるんでね、おそらく。これが G1 ですね、チャンピオンズカップ。今年からジャパンカップダートはチャンピオンズカップに変わるんですよ。知ってますか？今年からですね、確か。不安だな。ポイズンテイル、ブルーコンゴールド。ポイズンテイルもダート制圧してほしいんだけどね、ファンタジーライフ。ナイトメア行きましょう、レースで。ブルーコンコールドぐらいだったらね、2000メートルじゃないか、1800メートルかな、勝てると思うんですけどね。
中京競馬場で開催される1枠1番中京競馬場なんですね。今年から確保したい大きな舞台は知らなかった。 G1 のこの馬が2番人気に知らなかったな。何でウィップエイトやってるの。海外の馬にはかけられます。全アルバル G1 ハイナフリ全局アンジュ G1 ハズ行きましょう。ドンクール懐かしいな。ドンクールって言ったらあれですね、サンデーの思い出せないな。サンデーの皐月賞馬のジェヌインのね、活躍馬ですよね。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線の舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、田谷剛志がダービー勝った時は確か警備員でねバイトしてて、めちゃめちゃ暑かったなあの頃。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まだ5月ですけど、ケビンやってるとね、5月ぐらいから暑いですよね。夏場なんて地獄で、本当尊敬しますよ、ケビンやってる人。本当厳しい、頑張ってもらいたい。いつもね、車からケビンの人見たら、頑張れって応援してますもんね、心の中で。本当すごい仕事ですよ、ね。前走に続いて、ここも連勝なるでしょうか。それでは先頭から、見ないと、1番。ポイズンテール先頭サンライズキングすぐ後ろ、その隣にナイトメラ好位置をキープしています。ブルーコンコルド、その後ろからはピットファイタードンクール、ブルーコンコルドいい位置やな。1番三ツ崎タービンカフェオリンポス、この馬もこのグループ、すぐ後ろにシャーベットとアンドゥーオール、そのうちに続いています。この辺りで先頭が変わりました。ナイトメラ後続を引き離します。サンライズキングほとんど差がありません。ポイズンテール3番手ブルーコンコルド、これはいい位置につけています。ブルーコンコルド来たな、伸びないな。ナイトメア先頭、差はほとんどありません。2番手はブルーコンコルド、後ろからも来た、ダメだこれ。200m先頭はドンクール、厳しいな。ドンクール先頭、ブルーコンコルド食らいつく、ドンクール先頭がドンクール、大激戦のゴール前、ドンクール果たしてどっちが勝ったのか。ジェヌインのジェヌイン3区の、これは厳しいな、期待してたのに。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。調子がね、回復途上だったんで3着か。ドンクールあたりにね、負けてほしくないんだけど、リューセーバーが。まあ厳しいね、ナイトメアは引退ですね。テールは出ないで、スペースツアー、これ出てみようかな。まあハーツクライがいるんでね、まあでも出ましょう。回避パーフェクトランとか出れないかなこれ。あ、音速の貴公子出てほしかったんだけど、俺無理だね、やっぱり残念。僕阪神ジュベナイルフィリーズ楽しみですね。第一杯出れない、これはこのメンバーですかね。よし、ファンタジーライフはね、坂は厳しいんで、ポイズンテールなってますね。まあいいでしょう、これでネクスト。オーシャンあたりね、スピード C なんでね、あまり期待できないですよね、コバになったら。
逆にキックホワイトはねスピード B なんですよ確か。なんでもっとやれておかしくないんですけど、どうですかね。さあ王者に勝ちました。なんでだろうな、なんでキックホワイトは勝てないんだろう。プラスこの辺もピュアカレンが調子というか出来がね、出来じゃない、能力が落ちてきてるんで厳しいですよね。厳しい。ピュアレディが一番人気。マジで無理さ。エナメルレッグは内枠からね、阪神の外回りは直線が長いといえども大久保に届くかな。どうしよう、ピュアレディ一番人気、差しにしようか。ちょっと不安だね、不安なんだ。これで行きましょう、レース。はい、阪神ジュベナイルフィリーズはね、まあ阪神競馬場が近所なんで、まあ、阪神競馬場はよく行くんですけど、シアマゾンでね、阪神ジュベナイルフィリーズ勝った時に行ってましたね、現地に。まあ、その頃はまだ高校生だったんですけど、まあ時効ということで。この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。大トリ前走での見事先頭でレースを引く大きなこの馬。阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。暁のヨークがエナメルレッグなんですけど、どうですかね。最後は大外枠のトールポピー、ゲートに入って体勢が整いました。トールポピーがあたりがやっぱ強いですよね。スタートを決めたのはアグネス・クルース。綺麗なスタートを切りました。14番アグネス・クルース行きました。前に戻りましょう。オディール先手を取りました。その外にアグネス・クルース、ブラックエンブレム、そのうちに続いています。その後ろにエフティーマイヤー、エフティーマイヤーですね。そういえばね、富士奇跡で赤地が日本記録ウィナーでね、桜花賞で穴開けてオークスでも来たんですよね、インジャクに。あれびっくりしましたね、日本記録ウィナーの地でオークスか、びっくりしましたね。富士奇跡もあってね、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ピュアレディ早くも先頭、ブラックエンブレムほとんど差がありません。ロックエイトワール3番手、エナメルレッグ。ピュアレディこのまま逃げ切れるかどうか。ピュアレディが先頭逃げてるみたいな、刺すでしょこれ。しかし後続も伸びないな。2番手はトールポピー、懸命に追いすがります。ピュアレディ強いんです。残り 200m、 ピュアレディ先頭だ。大体強いじゃん。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬いるんでしょうか。2番手はキックアイリス。アガツキのヨークよりはるかに強い。圧倒的な強さを見せました。ピュアレディ1着、2着はキックアイリスだし。ピュアレディ素晴らしいパフォーマンス。どういうことだよ。格の違いを見せつけました。このピュアレディも無敗のね、G1 馬ですね。逃げて圧勝というとね、ピュアソウルの NHK マイルカップを思い出しますね。逃げて本当6馬身ぐらい差をつけました。6馬身じゃないな、大差勝ちしてましたね確か。ワン・ツー・スリー・フィニッシュ。どういうことだこれ。ちょっとこのピュアレディはちょっと強いな。ノリさん乗ってもらいましょう。まあでもまあどうしようかな。佐藤ジョッキーにはエナメル・レイクに乗ってもらって、でもこっちの方が強かったね、ひょっとしたら。クアイリス乗ってもらおうかな、豊君に。
ちょっと想定外だな。ピュアレディスピードどれぐらいあるんだ。 A あるかもしれないですね、ひょっとしたら。朝日会も楽しみですね、星降る夜に。チュートリアルが出てますけど、チュートリアルも出てるのか、どうだろうな。エナメルレックはフラワーカップか。あーなんだこれ、距離適正が 2000m から 2200m。 なんだそれ、それで勝てなかったんか。これはなー、暁のヨークなんですよ、この馬。ちょっと厳しいな、これ。残念。はい。ピュアレディ。この馬もね、まあでもダートいけるのか。ダートいけるんだったら楽しみありますね。早熟じゃないし。楽しみだ、この馬。急がないといけないね。ちょっとゆっくりやりすぎてんな、今回。ネクスト。なんか今日グダってるような気がしますね。グダグダで。もう毎度のことながら。申し訳ありません、本当に。グダグダ動画で。ライアンも復活してほしいな。7着ダメだな。この辺もね、3歳馬で楽しみな3頭が出てるんですけど、どうですかね。2着が最後。ピュアストーリー奥さんなんだけどな。シフル夜に1番人気、ケウトリアルが1番人気、ディープスカイ抑えてる人気で、勝てるかな、まあ、ライバルはディープスカイですよ。いきましょう、レース。先週の牝馬の字、こちらは今日の2番人気、人気は譲って前走直接大きな、この馬もまた前走先行人気 G1 の大舞台大外ですね。この馬を一番人気にしました。阪神競馬場の外回りマイルは大外がね、結構有利だったりしますからね。桜花賞なんで大体外差しですもんね。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ、このウィップはね、おーっとバグだ。ゲートに入って構成が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはウィップは内外差のね、あの距離ゾーンとか設定であるのかな。この辺よくわからないですけど、トゥートリアール先手を取りました。その隣に当選コンサート、逃げてるよ、不安だな。まあでもピュアレディも逃げ切ったんで。その隣にアグネスロジック、すぐ後ろにインディアンカフェ、緑の帽子、ディープスカイの差し足が怖い。その後ろ、その外にヤマニンサウンド、並んで1番ディープスカイ、その外にオートリテール、さらにはディープスカイは絶対来ると思うんで、その外にレオマイスター。少々スローペース、スローペース後方の馬は届くでしょうか。先頭は依然としてトゥートリアル、当選コンサート、トゥートリアルは逃げてる。竹見和地、いい位置やね、星降る夜。星降る夜に、いい位置、いい位置、果たして先頭を捉えるか。4コーナーをカーブして、ディープスカイは内から。さあ、これからです。
デュートリアル、前空いてるね。何やってる、ウォッカーとダイワスカーレットみたいな大場所に何やってる、引っかかってる、よしよし、来た来た来た、あれもディープスカイ来た、あー来た、あー来た、うーわ負けたな。果たしてどっちが勝ったのか、なんかお尻にぶつかってた感じだよ今、ウォッカーの大場所みたいに。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。2着、これはライバル関係続きそうですね。カットしたかったけど、ゆういちくんがテーブルトリアルに乗りたいと言ってるんで乗せましょう、乗せましょう。香港の G1 レース出すの忘れてたんですよね。あの香港はスプリントだけ取ってなくて、まあ金色夜叉に狙いたかったんですけどね、忘れてました、しゃーないです。ポイズンテール、これ期待、東京大賞典取ったことないんで、爆心王もね期待してたけど、スピードウィージャー厳しいかな。あとはハーツクライ、スペースツアー、ピュアキット、このリアルワンダーも期待してたんですけど、距離適正はね 1700m から 1900m で、どこに使えばいいんだというこの間に G1 がないですからね。 1800m の G1 は、まあ、海外にはありますけど日本にはないんで、まあ一応行ってみましょう。 2000m、 これ暑かったな。だけどな、星降り夜に今のレース、俺勝てるでしょこのメンバー、勝てるよ絶対。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってパーソナルラッシュ、しかし後続の足移動もなかなかいい。おいおい、何やってる、先頭はフリオーソ、先頭はフリオーソ、フリオーソ、先頭一気にポイズンテール、ポイズンテール、ポイズンテー ル, ポイズンテール、フリオーソは強敵、2着にはどうやらフリオーソ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはポイズンテール。これで地方の G1 もだいぶ取りましたね、ダートの G1。よし、これでフェブラリー行ってドバイワールドカップ目標ですかね。まだ行ったことないんじゃないかな、ダートバーで強い馬持ったことないんで、ドバイワールドカップ行きたいですね。バクシーンは人気あるけど、金車さ、金車さんもまだ本格化前なんですね、これ多分。シンボルグラン、スーパーフォーネット、まあ結構強いメンバーですね、G2 なんで。クバクシンは先行で、この辺もちょろっと見ましょう。ちょろっとってね、最近
口癖なんですけど、今日はね、地味にという言葉が出てきてませんよね。ライブコンサート、ライブコンサート、先頭意識してたわけじゃないですけど、爆心を変え、あ、すごい、スーパーホーネット、スーパーホーネット、スーパーホーネット、1着、2着にはどうやらキックバクシの2レースしたいよ。スーパーホーネット、ライブコンサート、完敗です。着外に沈みました。あ、このメンバーで2着ならね、頑張りました。レースツアー11番人気ハーツクライが先行させようかな。差しでも来ると思うんで、まあ大事です。ウォッカーあたりも出てると思うんだけど、4コーナーをカーブして、ダスカーも出てる。最後の追い比べ、先頭はダイワスカーレット、させるかな。マシンほどのリード、しかし松田ゴッホも来てる。あ、でもハーツクライ、松田ゴッホ追いすがります。やっぱりハーツクライ、ハーツクライ1着、2着にはどうやら松田ゴッホ、今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ年度代表馬はハーツクライかな。やっぱりハーツクライでしょうね。やっぱスペースツアー厳しいな。一戦級に当たるとスピード B ではね。この辺も距離がね厳しいと思うんで、6着しゃあない。というわけで2007年度終了しました。三四郎も結構あれですね、文武両道で。お、いいね。長男次男騎手なんで副場長も作らないとね。あ、これはちょっと見てみましょうか。鉄道ジョッキーの順位を、ジャッカ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 ジャーンみたいなリーディング。ジョッキーいきますよ。ジョッキー騎手1位はのりさんでした。アンカツさん、エミナさん、柴田先生、吉富先生、パリ、音ジョッキーが14位、ユーイチが12位、あと鉄道ジョッキーは29位。ちょっとね、来年ですよ、来年やります、ガチでやります。というわけで、まあ、2007年終わりましたけどね、2008年も続けてやると思うんで、また機会があったらご視聴ください。というわけで今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。